昨日午後3時ごろ熱田区熱田西町の白鳥公園で個室トイレで人が亡くなっているようだと清掃員の男性から消防に通報がありました熱田警察署によりますと遺体は公園内の女子トイレの個室で見つかり発見時個室の鍵は閉められていたということです遺体は50代から70代くらいの男性で目立った外傷はないということです警察は身元の確認を進めています